はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、これですね。ちょっとね、ショックを受けてますけど、以前、まあ動画でも言ったんですが、実はこれ、ハイリキザスペシャル。という、ハイリキの、まあかなり伝説的に、全くどこでも売られてないっていう、レアなハイリキを、なんか、大々的になんかね、もう、売っちゃったみたいな。の、ハイリキザスペシャル、ストロングのグレープフルーツ味です。アルコール度数が、まあ、9% ですね。まあ、アルコール度数の、あれを、あれなのかな？売りにしてんのかな？果汁が 1% ですね。特に書いてはないです。説明書きとか。もう、ハイリキが何なのかって。正直、ハイリキって、普通に考えて、一般人は多分知らないですね。このハイリキって。俺、最近、まあ、最近っていうか、飲みましたけど、ハイリキのね。レモン味だっけ？飲んだけどね。まあちょっと、高かったんですけど、別に味は普通だったっていう。感じで逆に驚きましたけど。あんだけ、すっげえ飲む前は、ワクワク、ワクワク、超、このクソみたいにレアな、ハイリキがやっと手に入ったと思って飲んだら、普通みたいな感じでびっくりしました。さすがにあれは、ちょっとないわ。まあ、ハイリキといえばまあ、あれですね、有機栽培の、果汁を使った。使ってるというのは有名なんですけど。そんじゃ、乾杯。あれ？ちょっと待って。あれ？これうまいぞ。あれ？これうまいぞ。どことなく氷結に似てる。はっきり言って、ハイリキって、どうだったっけ？ハイリキってあんまり砂糖入ってなかったよね。確か。ああ、甘味料使ってないんだもんね。だからあんまり甘くなかったんですよ。ハイリキは。ただこれ普通に甘いです。がしかし、氷結に似た、なんかこの、なんていうのかな。若干この独特な香り、と、あー、でもうまいかもしんない。氷結のストロングバージョンみたいな感じかな。アルコール度数の。うん。最近、もう何でもかんでも、ぶっちゃけた話、そうか。よくよく考えたらあれか。氷結もそうなった。氷結も、さ、あれなんだよね。もうなんか、糖質ゼロとかにしてんだよね。え、スパークス、あれ終わったんだ。アルコール度数 9% のやつ。出荷を終了させていただきましたって。終わってるし。
え、氷結って確か今売られてるやつは全部糖質ゼロだったはず。なんでこれさ、全部ゼロにしたんかな。あ、俺の気のせいか。ごめん、気のせい。間違えた。違うわ。ストロングは全部ゼロになったんだ。スタンダードな 6% の、6% と 5% か、の氷結は普通の、この味なんですよ。これと同じ味なんだよ。うん。だから、だけど、ストロング、つまり、アルコール度数 8% の氷結は、もう、糖質ゼロになっちゃったんですよ。これ昔、っていうか一昔前もクソも、割と最近まで糖質普通にオンだったのに。なんか時代の波に乗ったのか、ダイエットブームに乗ったのか、糖質ゼロになっちゃったんですよ。で、だから、それを換算すると、氷結ゼロの、氷結の糖質ゼロのストロングが復活したみたいになってる。あ、これそれだ。それだ、うまい。うまい。これ間違いなく氷結の味だ。あの、会社違うけどね。氷結はキリンです。ここ、これ朝日。これまさに氷結の味だね。で、今このキリンのサイト見ててちょっと不思議に思ったんだけど、なんか、氷結ってさ、具体的にレモン味だけを見てみると、まずスタンダードな氷結のレモン、シチリア産レモンっていうのがあるんですけど、これはアルコール度数が 6% になってますね。で、果汁が 2.7%。で、原材料が、あ、これ甘味料使ってないですね。こちらは甘味料使ってる。甘味料使ってません。うん。糖類は使ってますけど、甘味料は使ってないですね。うん。果汁が 2.7%。で、なぜか、氷結早摘みレモン。というアルコール度数が 4% の 2% 減ったバージョンが、まあレモン味ですね。が出てます。こちらも、甘味料は使ってません。うん。氷結早摘みレモンですね。つまりこれはアルコール度数を減らしたタイプの氷結という感じになってますね。果汁が 4%。そしてなおかつ果汁がアップしてます。まあいわゆる女性向けといったところか。そして、氷結ゼロ。これがアルコール度数 6%。果汁が 4%。つまり、スタンダードな氷結とアルコール度数は同じなんですけど、果汁がアップしたバージョンで、なおかつ、糖質がゼロになってる。代わりに、甘味料が
だから糖質と甘味料が、こう、プルッと入れ替わった感じですね。うん。これもどちらかというと、やはり、通常の氷結に比べてると、女性向けと。そして、ストロングシリーズです。ストロングアルコール度数 8%。つまり、通常のやつよりは 2% アップして、果汁が 2.7% だから、同じですね。うん。で、ストロング 8% なんだけど、アルコール度数 8% なんだけど、まあ、つまり通常の氷結の 2% アルコール度数が増えた代わりに、あと果汁も一緒なんだけど、なぜか糖質がゼロになってる。普通に考えてみてください。普通だったら、アルコール度数が増えたってことは、女性向けじゃないんですよ。それなのになぜか糖質をゼロにして、まあ、甘味料、つまりカロリーを減らしたと。つまり甘味料と糖質を逆転させたわけだから、カロリーがゼロになったわけだ。違う、ゼロじゃねえ。カロリーを減らしたわけですね。うん。当然、甘味料っていうのは、カロリーがゼロなんで。それに変えたってことは、女性向けでありながら、なぜか、つまり、男性向けと、女性向けを両立させようとしたのかな、これはな。多分な。うん。それがいまいち理解できないんですよね。通常の氷結は、結局、男性向け。ですよね。で、ストロングに関しては、ね、ストロングなわけですから、普通に考えたら、男性向けなはずなのに、なぜか、糖質をゼロにしてるんですよ。これがまだ理解できない。まあ、どっちをターゲットにしてんのかっていう、そのね、曖昧さがちょっとあまりにもちょっと、おかしいんじゃないかと。俺は個人的には思ってるんですけど。うん。だって女性向けシリーズはさ、もう、氷結の早摘みと、ゼロシリーズでも確立されてるんですよ。二つも出てるんですよ。女性向けシリーズがね。それなのに、なんでこのストロングがわざわざ糖質をゼロにしたのか。っていうのが、またしても女性向けにしようとしてるんですよ。このキリンは。もうアホかと。お前、どんだけお前、女性優遇してんだ。どんだけ女性好きなんだよ、お前はって。これ絶対社長あれでしょ。女でしょ。女ちゃんは男でしょ。どんだけお前女性好きなんだよっていう感じですよね。はっきり言って、氷結シリーズは、マジで俺は、もう、普通のスタンダードしか飲まないですね。うん。普通に考えて。なぜかって言ったら、スタンダードが一番、純粋に、チューハイっていう、純粋なチューハイっていう感じのチューハイだから。うん。純粋な味。これぞチューハイっていう感じのチューハイだからね。その他のやつなんて、甘味料がなかったり、違う、糖質がゼロだったり、甘味料使ってたり、糖質が、ね、糖質が、違う、
甘味料が入ってなかったり、アルコール度数が低かったり。うん。で、糖類がゼロだったりとか。いろいろおかしいんですよ。この氷結シリーズ。うん。ただ、スタンダードのやつはうまい。間違いなく、うまいです。でもやっぱりこれは氷結にはかなわないな。うん。味は似てるんだけどね。うん。でも、酎ハイで、あくまで甘さがある酎ハイで言うと、俺一番好きなのが氷結なんですよ。氷結シリーズ。なんですよね。なぜかって言ったらやっぱり、なんか飽きないっていうか、なんか、わかんない。うん。あ、これぞ、酎ハイだなっていう感じ。もう飽きることがない。うん。この自然な甘みと、ね。そしてしっかりとした果汁感。うん。果汁感も結構すごいんですよ。これね、これ果汁 1% ですけど、氷結のグレープフルーツは 4.2% あるんですよね。果汁が。だからこれの違う点としては、これと氷結の通常のやつが違う点としては、まずアルコール度数が 3% 多い。こっちがね。ことと、果汁が 1% しかない。っていうのと、あと、甘味料が使われてる。こっちがね。氷結は使われてないんですよ。だからそういう意味でやっぱり、うん。いろいろ、負けてはいるんですけどね。まあ、しょうがない。キリンとアサヒの違いだからね。うん。まあ、まあ、でも割と頑張った方じゃねっていう感じではあるね。うん。手早く酔いたいなら、アルコール度数が 9%。だから、やっぱり、こっちいいかなっていう感じはあるね。うん。まあ、ということで、うん。まあ、うん。こっちは四つ星です。ハイレキのストロング。うん。で、先ほど、前枠で言ってましたけど、まあ、牛丼に関してちょっと飾ると言ってましたね。ちょっと時間がなくなってきたんですが。すき家ですね。すき家の、まあ、あれとしては、まあ、最近焼きそば牛丼とかいうわけわからないのが出ましたけど、うん。本当にわけわかんないですね、これはね。これはまあ、わけわかんないとして、カレー南蛮牛丼。カレーをかけた、牛丼にカレーをかけた。やつもあり。まあ、いろいろあるんですよね。やっぱり種類が豊富なのが、すき家の、あれですね。いいところ。
んで、個人的に好きなのが、カレーですね。すき家のカレー。結構好きなんです。むしろ、カレーを食うのは好きやっていうぐらい。っていうほどちょっと言い過ぎかもしれないですけどね。うん。まあちょっと言い過ぎです。うん。うん、まあ、すき家のいいところと言ったら、やはりメニューの豊富さ。ですね。うん。そこはやっぱり、ある程度やっぱり、三つ、松屋とすき家と吉野家があるわけですよね。この三つである程度差別化を図っていかないと結局生き残れないわけですから。これはまあ、種類の豊富さで、ね。いい感じに生き残るんではないかと、思います。あとまあ、うん。まあファミリー向けな感じがしますからね。で、問題の吉野家になるんですけど、吉野家。吉野家のサイトを見てみます。これは結局、味にこだわってるんですかね。うん。難しいっすね。うん。吉野家の牛丼。に限って言うと、やっぱり全体的に若干高いな、というイメージがつきます。まあ、高いっていうのは、つまり逆転で、逆の意味から言えば、うまいということに変わりがないんです。ということは、やはり逆に、うまいから、高いと。あれ？ちょっと待って。吉野にも、チーズ牛丼みたいなのあるんじゃん。まあいいか。ちょっと気になった。で、カレーライスに関しては、コクうまカレーと、うま辛カレー。うん。とか、あといろいろありますけどね。これ、俺、吉野家でカレー食ったことないんだけど、うまいのかな？ちょっとわかんないですね。やっぱり、吉野家の、コンセプトとしてはやっぱり本格派な、じゃないんでしょうかね。で、本格派なんだけど、結局値段が並んじゃったから、うん。いかに値段が並んだっていうことは同じ品質じゃないかと、結構客にこう言われるっていうかね。思われちゃうんじゃないかと思うんですが、それをやっぱり味でカバーするのと同時に、本格派イコール、やっぱり、サービスですね。結局。本格派なのにサービスがズボラ。まあ、つまり、吉野家みたいに、器がね、丼が、
なんかべちゃべちゃになってたりとかっていうのは。ね。を気をつけるし。っていうかそのね、本格派イコール高級感。イコールやっぱサービスがいい。イコール清潔みたいな感じに持っていければ、うん。いいんじゃね?とは思います。すっげえ腹減ってきた。やべえな。こんな話してるとめちゃくちゃ腹減ってくる。ああ、やべえ。うん。まあ。結局そういうことっすね。うん。あ、でも吉野家もあれなんだ。あれなんだ、朝の定食って結構、納豆ついてるし、おしんこ?海苔もついてるし。あ、結構頑張ってるっぽいっすね。朝俺基本的に食ったことないからわかんないんだけどさ。へぇ。なるほど。なるほど、なるほど。いかに高級感を出すかだよね。牛丼っていう、その牛丼のチェーン店っていうなんか安っぽいイメージが結局あるわけじゃないですか。それをいかに打破していくか。ですよね。だから俺の中で、この牛丼3店舗がありますけど、これに限って言うと、やっぱり、ある程度やっぱり生き残っていってるっていう意味がわかりますね。吉野家は品質で勝負し、品質とかその高級感で勝負し、すき家に関しては、メニューの豊富さで、勝負し、松屋に限ってはもう量で勝負してる。いかに安いか、いかにコスパがいいか。コスパというのもまあ難しいんですけどね。うん。コストパフォーマンスっていうのはやっぱりコストにおいてパフォーマンスがいかにいいかということを考えるわけで。それはまあ人によって変わってくるんですけど。まあ、簡単に言うといかに量が多いかですね。いかに。いかに量で、量が良くて、なおかつ価格が安いか。量を見て価格が安いかですね。うん、そこがだいぶ変わってくると。やっぱいかにこの3つが生き残ってきたかっていうのがわかりますね。うん。多分、関係ないですけど、ね、もう一つの牛丼、かっこ、はてな店舗が、一応あるんですけど、それは、なんだっけなんだっけごめん、あんまり覚えてないんだけど。あれはさらに、ちょっと高級感、なんとか。あれ何屋だっけ?忘れた。ごめん。忘れた。うがつくと思うんだよな。名前に。うなんとかって。うん。うなんとかってつくと思うんですけど。ちょっと忘れました。やっぱり吉野家ってうまさへのこだわりっていうのが、いかに高級感を出して、なおかつこだわってるか、いかに品質がいいか、いかに、結局一言で言うと、こだわってるかですね。結構このサイトで見ると、うん、
こだわりがね、いろいろ書かれてますね。やっぱ吉野家っていうのは、品質で言うと、やっぱり3店舗中1位なんじゃないかなと思います。ということは逆に考えて、値段が一緒になっちゃったわけですよね。並盛りが。すべて。並盛りがいいですか？ここで考えましょう。牛丼の並盛りが、ここに書いてある通りだと、674カロリー。674キロカロリーあります。じゃあ、すき家。一番コスパがいいのはどれかと考えると、すき家の、通常の牛丼の並盛り280円。634キロカロリー。うほほほほほ。すきがちょっと負けとんぞ、おい。お前。おい。すきが負けてんな。吉野家が674キロカロリーなのに対し、634キロカロリー。カロリー的には負けてますね。さあ、そして、松屋です。俺が一番推し。一番俺が推してる。コスパがいい。いかにコスパがいいか。いいですか？皆さん。700! うっ！はっ！並盛り280円で、カロリーが743キロカロリー。うほほ。他者を圧倒してるね。だって、吉野家が674キロカロリーなのに対し、743キロカロリーってことは、743キロカロリー。あ、70キロカロリー以上、圧倒してる。うん。まあ、少なくともカロリーの換算ですが、まあ、カロリーイコール、まあ、量と考えても、まあ、問題はないとは思うんです。うん。まあ、量で換算して、結局、あれ、そのね、味噌汁がついてくるわけですね。松屋に限って言うと。それの分、なんではないかとは思われるんですが、うん、まあ、明らかにコスパが、半端ねえと。だから、いかにコスパを取るか。だから、松屋と、その、吉野家。が今回は、ね。ちょっと、俺の中で、ちょっとバトルをするんじゃないかなと。うん。思ってます。ちょっと微妙ですけどね。うん。松屋がちょっと微妙に押されるんじゃないかなと。思いますけど、やっぱり、でも少なくともすき家はちょっときついっしょ。うん。やっぱり吉野家が値下げしてきたかとに考えると、松屋とすき家に関しては、こう結構プレッシャーになるわけですよね。だからいかにこう、ね、こうバトルして、いかに勝つかっていうのは結構見物になってきますね。これからの、あれに期待しましょう。ということで、ハイリキザスペシャルストロングに関しては、まあ、四つ星だな。うん。
違う四つ星です。それではご視聴ありがとうございました。